うも皆様こんにちは、こんばんは。私スクナというものです。こんにちは。元気かしら。本日もファンダム JP 様のレベルをご紹介しようの回となっております。了解したわ。それで今回はどのレベルなのかしら。今回ご紹介するのはレベル201イータポセシングついてくるです。ここはどんなレベルなのか早速見ていきましょう。まずはレベル201イータの基本情報です。レベル201イータことついてくるの理解度は 80% です。危険度は5分の5です。あと今回の情報はファンダム JP 様に掲載されています。気になった方はぜひ本家様の記事も見てみてください。では次の情報です。レベル201イータはザ・バックルームズの201イータ番目の階層です。レベル201イータはどこまでも続く一本道の田舎道路です。ある程度整備されたアスファルトの2車線通路の周辺には手入れされず荒れ果てた畑や廃屋、くたびれた標識などが等間隔に並んでいます。また一本通路がどこまでも続いています。気温は摂氏20度前後から15度前後を推移しており、最初に外れ落ちた場合に限って時間は決まって AM10 時前後から PM2 時前後です。極端に暑く寒くなったという情報は現在ありません。摂氏20度の時は油ゼミの声が聞こえる場合があるのですが、油ゼミが止まっているのを確認した人間は2名のみで、うち1名は存在から逃げようとした記載の後未帰還となっています。レベル201イータの道路はどうやらワープしているらしく、およそ 1km ほど歩くとこの階層へと最初に外れ落ちた場所に戻っているようです。よりワープの有無を測定するため糸を垂らして歩くことは口述の存在が存在することから推奨されていません。レベル201イータの道路から外れて歩こうとした人間の記録はありませんが、2022年10月の新たに外れ落ちた編集者が以下の遺留品と音声カセットを発見し、文字に起こしたとされています。次は異常な存在を見てみましょう。この異常存在はレベル201イータにのみに存在していて、おおよそ何十分か歩くと出現するようね。意思疎通を試みた著者は全て消息不明になっていて、この失踪が存在に関わることであることがわかるわ。出現する場所は常に道路で、黒く縁取られた長方形の存在で、探索者に向けて一定のスピードで移動してくるでしょう。この存在が出現すると標識が意味不明なものとなって、鏡注意、鏡、の看板が多くなるようね。カーブミラーが目立つようになって、頭を下げて目を覆い、見ざる、のような格好で移動する看板がカーブミラー周辺に同時に出現するようになるわ。以下は畑の側溝に落ちていた遺留品らしきものよ。赤茶けたトートバッグ。1984年8月9日発行の青春18切符。フィルムカメラコダック製。富士フィルム製 3.5mm フィルム。破損したレンズキャップ2つ。スプライト瓶入り。の引き換え券32枚。国鉄時代の関西急行電鉄の定期券。浅草花屋敷の未使用チケット4枚。あよちゃんと書かれたカップヌードル。すべて別々の姓名が書かれた保険証16枚が入った革財布。札は92本円。フエラムネ12個。頭部が鼻から上半分が消えた笑顔の男の写真。背後には黒い長方形が写っており、レベル201イータでは確認されていない神社と思われる場所が写っている。帰ろう、お宮さん、帰ろう。と平坦な声でつぶやき続ける男性の声のテープ。時折ザラザラと擦れる音が聞こえる。背後では日暮らしと思われる鳴き声が聞こえる。最後に出入り口です。まずは入り口です。すべての階層で探索中、夢のように不条理な現象が発生した直後にレベル201イータで目覚めることがある、ザ・フロントルームズで睡眠薬を過剰に摂取した後、レベル201イータで目覚めたという報告が存在します。最後に出口です。ザ・フロントルームズで外れ落ちた場合に限り、存在が出る前に道を引き返すとザ・フロントルームズへ、ザ・フロントルームズで外れ落ちた場合に限り、道を延々と進むとどこかの階層へ、ザ・バックルームズで外れ落ちた場合には、絶対に後ろを振り返らず、うつむいて歩きましょう。何があっても振り返ってはいけません。顔を上げずに延々と歩き、成功すれば元いた階層へと戻ることができます。というわけでレベル201イータの紹介でした。怖かった。ジャパニーズホラー強めのレベルだったわね。っていうかよく見たらこの写真。存在さんが写ってるわ。というわけで今回はここまで、リクエストは概要欄、コミュニティの投稿。ツイッターの自己紹介欄のリンクからどうぞ。ご視聴ありがとうございました。